その時どうしようとかっていうと結構ショックだったんで、あの看護婦の友達からトランキライザーもらって安定剤をねガーッと飲んで、でウイスキーガーッと飲んで、で仕事に行けよって。でもそれで仕事に行くとお客さんが来て、木谷社長目が座ってますよみたいな目が座るんよね。トランキライザー飲んでウイスキー飲んだらゴーッと落ちる感じになって、ちょっと気持ちいいなって思うんだけど、ほんまにちょっと 顔が怖い人になるね。で、そっから僕が学んだのは、お客さんが来たらはいらっしゃい言うて鏡見てこうやって目をちょっとこうやって見てやってあいい感じってなってお客さんにこう会ったりしよったね。でもそうね、数ヶ月帰ってこなくなった時にある友達が、あの